はい、どうも、吉谷です。ドリア火星から結果報告いただきましたので、シェアしていきたいと思います。吉谷様、お世話になります。ドリア火星のキャプテン浅野です。報告遅くなってすいませんと。連日のフィードバックありがとうございます。2月の件、今のところ2月7日以外はワイドに空いております。開けております。ワイドに開けていただきありがとうございます。会えるできるの楽しみにしております。一応ですね、新年会で、大阪の新年会で、天海さんからも来ましたけど、浅野さんも参加するということで聞いてますので、その時お会いしてよろしくお願いします。それでは以下、丸々10日目の結果報告です。確認のほどお願いします。労働の対価としては十分過ぎるほどの収入が、収益上がってます。収益がさらに落ち込み2569円、1月30日売上累計33,668円ですということで、昨日か一昨日1日6000円ぐらいいったかな。なんか昨日か一昨日1日6000円ぐらいの収益化してましたよね。素晴らしい。ここに報告いただいている通り、労働の対価としては、間違いなくいいんじゃないかなと思います。ぶっちゃけ、本当にもう副業、こう1日30分の副業でね、この調子だと本当15万、20万狙えるので、1日30分の副業で15万、20万狙えたら、これなかなかいい副業ですよね。いいと思います。もう、すいません、キャプテン浅野さん。これね、ぶっちゃけ言いますけど、僕やってないし、今ね、もう簡単すぎてつまんないですよね、僕。キャプテン浅野さんにちょっとこれはね、任せようかなと。本当にキャプテン浅野さんにこれはちょっとね、一任して任せようかなと思ってますんで。僕はね、やらないとダメですよ。僕もね、簡単だからやらないといけないんですけど、簡単すぎてつまんないなっていう。簡単すぎてつまんないなっていう。ね、もちろんお金は稼げるわけなんですけど、やらんとあかんっすね。お金は必要ですからね。お金はお金ですから。ただなんか僕は面白い企画して、面白い動画撮って、なんかそれでなんかやっていく方が好きなんで、これはね、つまんないですよね。なんか機械的で。パッション上がんないというか。塾生さんにとってはですね、これは、お金稼ぎたいというところで、僕はもう情報発信して、商品もいくらでも作れますし、セミナーもいくらでもできるし、何でも一応できるんで、僕は別にここでマネタイズしなくても他で商品作って売ればいいだけなんで、いろいろできますから。ただ塾生さんはその情報発信するっていうことがまだ難しい方もいらっしゃるので、これは本当に情報発信というよりかは、本当にコピペすら必要ない。コピペはちょっとしてもいいかなっていう。もう本当簡単すぎるんで、これでね、収益上げてもらって、ドリア化の塾費用はね、これで余裕で回収できると思うんで、今の段階だと。1年後、2年後は分かんないですけど、今やれば。これで稼いじゃって、ドリア化の塾費用回収しちゃったら、もうそれで終了ですから。終了ではないですけど、もう赤字ではないじゃないですか。あとは、講義真剣に勉強していただければ、あとアウトプット真剣にやっていただければ、プラスになるしかないので。一つとして、自己アフリートもあるんですけどね。自己アフリートだけでも塾費用回収することは可能なんですけど、なんかその住所書いたり嫌だとか、それが嫌だっていう人もいてると思うんで、これはアフリエイト、自己アフリートとは違いますんで、これ2月追加しますんで、てかもう2月になりましたけど、もう2月多分、ちょっとね、キャプテン浅野さんのデータをまとめたりとか、僕も講義作ったりとかするので、すみません、2月の、浅野さん、毎日これ、ほとんど結果報告いただいてますので、この3万をもう超えてますんで、10日目で。10日目にして累計3万超えてますんで、浅野さんのデータももらいつつ、2月の、すみません、中旬ぐらいには、ちょっと、公開できればなと思います。この収益以外にも、浅野さんからですね、キャプチャー動画とグラフのデータ、すべて、送ってもらってます。これは収益の、キャプチャーだけなんですけれども、グラフのデータだったりとか、あとその、どういう感じでやったらどうなったのかっていうデータいただいてるので、それをちょっとまとめてですね、ドリアカのポータルサイトに載せますので、楽しみにしててください。本当これ、お金稼げてない人はこれを、やってもらった方がいいんじゃないかなと。すごく簡単なんで。
ではですね、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。